はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴシティの踏切7936です。袋は2でパーツは142個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィギュア作業員が1体ついてました。このセット2010年のセットということで、服装としてはあまり確かに最近見かけないようなタイプかなと思いますね。ただレゴトレインのマークは変わってないみたいですね。あと前と後ろにしっかりシルバーのプリントが入ってるのもいいなと思いました。顔はこの一つだけです。次に切り口見ていきましょう。切り口といえば去年60335の駅のセットについてましたよね。でその前がこの2010年のセットになってて、でさらに前が1999年発売の4541に、切り口ついてたということで、なのでざっくり12年ぐらいかなのスパンで、定期的に切り口出てきてるみたいですね。やっぱり切り口かっこいいと思いますんで、定期的に出てくれるのは嬉しいなと思います。でやっぱり特徴的な部分が一番下のねこの部分だと思いますね。通常の走るためのタイヤとは別にレール用の車輪が前後についてるんですよね。はい、上部分を外してみました。こんな感じになってます。で前と後ろのこの車輪なんですけど、カチカチタイプでこうやって下げることができるんですね。後ろも同じように下げることができます。でタイヤの状態だとどうしてもね、綺麗に走ることはできないんですけど、こうやって下げた状態であれば、このレールの上をスムーズに走ることができるということで、これほんとよくできてますよね。はい、前から見るとこんな感じです。本当にわずかなんですけど、ゴムのねタイヤの部分が浮いてますんで、レールには当たってません。なので、スムーズに走ることができるという仕様になってます。でレールから外れてしまうと、今度は逆にレール用の車輪だと滑っちゃうんですよね。なのでこのレール用車輪を戻して、真ん中についてるゴムのタイヤで走るという感じになってます。いいですね。ちなみに前と後ろの警戒色はこれシールになってます。でその内側のところに、まあグリルによく使われるパーツがついてますよね。これ実際のところはほとんど見えないんですよね。こんな感じでもう隠れてしまってほとんど見えません。ですけどこういったところね使われてるだけでもチラッチラッと見えるのがなんかいい感じなんですよね。こういうところすごくいいなと思いました。続いて運転席周り見ていきましょう。風防パーツは重機とかでよく見かけるタイプかなと思います。でルーフのところにレゴトレインのねマークついてますけど、これシールになってて、オレンジの蛍光灯クリアパーツがついてます。でこのルーフをよいしょこんな感じで外すことが可能です。でこれでミニフィグ座らせていくんですけど、手が引っかかってすごく乗せにくいので、風防パーツも外してあげる仕様になってますね。で中なんですが、ハンドルが一つ、背もたれパーツはありません。後ろに壁がありますけど、これがねすごく近くなってるので、ここに座らせるとどうなるかというと、ヘルメットがね当たっちゃうんですよね。ということで少し前かがみな感じになってしまいます。でこのまま、風防パーツ戻して、ルーフを戻せば OK です。はい、前から見るとこんな感じになりますね。まあ、ちょっと狭そうな感じはしますけど、ただ雰囲気としてはすごくいいのかなと思いました。頭がね、ルーフの中に入ってますけど、まあまあ引っかかることもないので、十分遊べる仕様なのかなと思います。でその後ろエンジン部分ですけど、いいですよね。このあたりの、グリルによく使われるパーツ、この辺がねメカメカしくていいなと思いました。まあ、好みに応じてマフラーとかねつけてあげてもいいんじゃないかなと思います。で後ろの白と赤の警戒色はこれ
これシールになってますね。続いてブームとアーム見ていきましょう。関節が 1,2,3,4 箇所ありますね。まあアタッチメントのとこも含めると5箇所なんですけど、これをねカチカチカチと動かすことができるようになってます。これなかなかいいですよね。で、先端フックになってて何を、引っ張り上げるかなんですけど、このレールですね、レールのところにこのね、輪っかパーツを取り付けます。で、これを引っ掛けて、よいしょ、こんな感じでね、持ち上げて遊ぶことができるということで、これなかなかいいですよね。はい、一番上だとここまで持ち上げることができました。で、倒れたりしないんですよね。で、このままもちろん走らせて遊ぶこともできるということで、これいいなと思いますね。それと、まあ、ちょっと強度的に微妙なところではあるんですけど、これ他のセットから持ってきました。こんな感じで事故の後処理みたいなシーンを作ることもできるんじゃないかなと思います。それとこのアタッチメントなんですけど、フックのこのね、付け根の黒いパーツから外して、このねバケットをつけることができるんですよね。これいいですよね。ということで、まあこういうね、資材みたいなやつを、バケットですくって、このまま、移動するとかいう遊び方もできるのかなと思いますんで、これね、替えのアタッチメントがついてるのはかなりいいなと思いました。そして踏切です。いい感じですよね。両サイド遮断機がついてて、こうやって動かすことができるようになってます。で、真ん中部分、スロープ、それからタイルがありますんで、まあ、このセットにはついてないですけど、車をこんな感じでスムーズに走らせることができますよね。これだけでもかなり楽しめるんじゃないかなと思いました。で、まあ、大型のレゴトレインのセットだと、こういう踏切がついてるセット、たまにあったかなと思うんですけど、この踏切がメインのセットってあんまりなかったと思うんですよね。なので、まあできればね、まあこれ2010年のセットで製造終了になっちゃってるんで、できれば復活してほしいなと個人的には思いますね。で、遮断機バーのところ、これシールが使われてて、支えがありますんで、ちゃんとまっすぐになるようになってるんですよね。よくできてるなと思いました。あと手で持つところも持ちやすい形状になってますんで、いい感じじゃないかなと思います。で、その後ろ警報器ですよね。このバツマークのところはこれシールになってて、その下クリアパーツがついてます。で、これ上の部分こんな感じで方向変えられますんで、まあいろんな使い方ができるのかなと思いました。よいしょ、こんな風に刺さってるんですよね。この使い方も面白いですね。ちなみにこれ反対側も全く同じ仕様になってます。はい、いかがでしたでしょうか。切り口がついてて2パターンで遊ぶことができるのはすごくいいなと思います。あと踏切はギミック付きの遮断機がついてますし、他のセットの車両とも一緒に遊べる仕様になってますんで、しっかり楽しめるセットだったんじゃないかなと思います。ぜひ復活してほしいセットだなと思いました。このセットのパーツ数は142個です。以上、レゴシティの踏切7936を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。